準決勝に挑みます橿原式リトルシニアの OB、 2010年大会3位となりましたジャイアンツの4番、岡本和真選手です。今まで出会ったことないような選手たちだったり、現にこう僕が出た大会で今プロでやってる方たちもいるので、レベルの高い場所だなっていうのは思いました。僕らのチームめちゃくちゃしんどかったんで、僕らのグラウンドってこう周りが走れるようになってて、スタートが門だとしたらライトポールぐらいなんですよ、スタートで、すぐ、ちょっと遡って曲がったら裏のこのコーチとか首脳陣とか親が休むような、でっかいこうなんていうんですか、部屋があったり、下でお茶用意するとこがあったりみたいなのがあって、そこって見えないんですよ、コーチとか。そこは歩くとか、サボることしか考えない。あの軸を越えた、どううまくサボるか今の人たちはそんなしないと思うんですけど、自分のやってきたことを出せる場所でもありますし、本当に今まで、出会ったことない選手に出会う可能性もすごくあると思いますし、それを励みに頑張ってほしいですし、とにかく楽しんで野球をやってもらいたいな。